お疲れちゃんです。ラットです。だけど今回もクラッシュロイルやっていくんですけど、今日はですね、こちらのメガナイトウォールブレイカーエリバババージョンですね、はい、やっていきたいなと思います。まあ間違いなく強いですよねと。まあ最近僕メガナイトプラスエリババをねデッキを使ってたんですけど、それはねリガーもないしウォールブレイカーもない形なので、またちょっとね、まあね、雰囲気は似てるんですけど、まあウォールブレイカーということでやっていきます。で、対空がこうマザネクとハンターっていうのがね、ちょっとこう、まあ、レアというか、最近ハンターがね、マジで使われてないですね。衝撃スピードですね。初めの攻撃するまでが遅くなって、まあ、下方されたことによって、マジで使用率ほぼ、なんかもう見かけないですね。真面目に見かけない。もうハンターしかいなかったのに、逆にハンターほぼ見なくなるっていうね。まあ、クラロワのアップであるあるなんですけど、本当に。使われるか、もう全く使われないか、めちゃくちゃ使われるかな、どっちかなんですよね。まあ、で、まあ、今ね、ほぼ使われなくなったハンターなんですけど、まあ、メガナイトウォールブレイカーって基本的にやっぱ対空が2枚になってしまうんですよね。そうで、やっぱこう大事なね、枠っていうので、まあ、効果力空にね、出るハンターじゃないと、多分空にね、負けるとかだと思うんですね。守りきれないとか。まあ、エレキとかでもいいんじゃないかなとは思うんですけど、まあなんかこの方がね、すごい使われてたので、今日はこれでやっていきます。で、今回相手は、遅延スケラかな？今めちゃくちゃなんか脳筋のプレイをしてるんですけど、これ、スケラ打たれたらやばそうだなとか思いながらも、まあ僕マザネクいるんで、僕マザネクいるんで別に、スケラ怖くないんですよ。みたいな感覚でね、めちゃくちゃ攻めます。4個されば全部守れるだろうぐらいのね、感覚です、今は。さあ、相手寝たかな？お休みタイム来ちゃった。今動画撮ってんだよな。お休みなのか、ディガーに気づいてなかったか。さあスケルトンラッシュ打ってくる。ちなみにこれでもまだグラチェラの7戦目とか、別に相手が多分めちゃくちゃ弱いわけではないと思うんですよ。そう。いや、これ多分落ちますね。さあ、これはもう勝ったな。勝ちましたね。まあ、最近なんか、ロイジェイとか、まあ、メガナイト発撃とか、まあ、基本的にどんなデッキも、マザネクプラスの、まあ、対空1枚編成がね、まあ、結構いるんですよ。まあ、いろいろありますけど。まあ、そこもエレキが多かったので、ハンター、まあ、久しぶりですね。ハンターである理由はちょっとわかんないですけど、そう。マジでこのデッキぐらいしかハンター使われてる気がしない。で、ゴーストの枠も、ユーノで使われてるのもありました。なので、そこは気分かな。で、僕はユーノが好きなので、まあ、ユーノでやりたいんですけど、なんかまあ、なんとなくゴーストにしとくかって感じでゴーストにしてます。さあ。で、まあ、ポイズンなので、まあ、速攻僕のマザネックがね、飛ばされることはないので、まあ、一生相手が、これ、ポイズン打ってこないと、一生残っちゃうんだよな、このマージョが。さあ、いや、マージョいるだけで、スケラにね、めちゃくちゃ勝率上がります。で、まあ、この間に、しっかり攻めて、ナイス！これザップで折り壊しちゃえば、ウォールブレイカー入りそう。てか、ウォールブレイカーも、なんか、ちょっと減りましたね。なんか、なんでなんだろう。なんでかって言われると、多分犯人は、まあ、エリババとマザーネクロなんですよ。ウォールブレイカー飛ばしても、エリババで守る、ディガーウォールブレイカーを、5個その攻めをエリババで守られて、そのままカウンター来ちゃう。だったり、ウォールブレイカーが豚になって帰ってくる。とか、まあ、そういったところで今、ウォールブレイカーの使用率が多分下がってると思うんです。そう、普通に高回転のウォールブレイカーデッキがあんまいない。そう。なんかいつもめっちゃいたのに、今回なんかそんな今使われてないので、ウォールブレイカー自体が、ね、多分ね、エリババとマザネクがきついのかなと思います。なので、こう、メガナイトプラスの、このウォールブレイカーだと、まあなんかこう、相手の、まあ、魔女とか、エリポブとかにも戦える。まあ、ゴーストでね、目の前現れて、マザネク殴ったり、まあ、エリポブ踏んだりとかができるので、まあ、そういったところで強いのかな。なんか結構使われてます。このメガナイトウォールブレイカー。さあ、今回の対戦相手は LJ。いや、LJ ね、最近めっちゃめっちゃいんの。こいつも。まあ、LJ はマジで相手に施設がなかった時に単純にもうダメージが確定で通るから、これが強いですよね。
まあ、あえてライトニング打ったから、僕がここね、カウンター狙っていきますね。で、ボンバーとかいるんだよな、よく。ボンバーか、タルババ。てか、ミニピックは珍しいっすね。いや、今のザップ打てばよかったな、俺。いや、ザップ打てばよかったなっていうシーンがめっちゃあるのに、全然打たねえ。うわ、待って。うわ、ザップいい。あー、マジか。こう、遅れても打てばいいのになと思いながらも、いや、まだ間に合う。まだ間に合うのに、みたいな。よくありません?ファイブ打つ。ファイブ、いや、打つか?いや、まだ間に合う。いや、けど、いや、打てばよかった。あるあるですよね、クラロワで。マジで。そんな感じでしたね。いや、一回 LJ 出されただけで、こんだけダメージ受けますからね。ハンターですね。ハンター飛ばされちゃうと、火力が出るのがハンターしかいないので、僕は。ちょっと痛いって感じかな。まあまあまあ。言うて、ここは、相手が形を組んでくるので、僕も形を組みます。ここで、正面から防衛しようとすると、なかなかね、きついです。なので、僕は、ここで一旦、いや、これ多分、エリババまでね、行かなくてよかったんです。多分なんですけど、エリババで守ればよかったんですね、僕。間違いないですよね。まあまあ、ここはまあ一時交換といきましょう。で、まあ、死なないように遠距離でね、対応して、まあ、座れたらしょうがない。思って、めちゃくちゃエリババ頑張ってんじゃん。そんな頑張るっていうぐらい。うん。ちょっと、なんとなく、なんかにユニットと被ればいいなぐらいの、暇エリババです。で、暇な時にザップ打っとくと、意外と相手のユニット処理してくれるんですけど、これ、絶対エリジャー行きます。真ん中。マジか。真ん中じゃなかった。さあ、大事。ライトニング来るでしょ。っていうタイミング。ウォールブレイク飛ばす。いや、これどっち攻めるかな。悩みますよね、本当に。あ、左かな。左に攻めた方がカウンターが来ない。そう、右だと今みたいにね、そのままカウンターが嫌なので、まあ、でも、エリババで結構ね、溶かせるんですよ、エリジャイって、実は。まあ、ライトニング打たれたら、エリジャイのカウンターでほぼね、いかれちゃうんですけど、いや、これですね。いや、これ、即ライト。いやー、ダックプリ追加はありがたいですね。これ、ザップで耐えて、耐えれる。え、なんだろ?わかったっすね。ふふ。勝ったっすね。危な。いや、多分、時間対決でライト打たれたら負けたんじゃないかなっていう、まあ、シーンでしたけど。まあ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 。うん、途中の僕、エリババをね、防衛使っててもよかったのかなっていうシーンありましたね。エリババは、まあ、エレジャーに強いんですけど、エリババに単純に溶かされちゃうのと、また迫撃法とか、最近エレジャーに強いデッキもまあ結構あるんです。迫撃法を、しか出てこねえな。あとはバレバレコカスとか、そう。大会とかでもよく使われてるんですけど、インフェデッキ、インフェ枯渇とか、そう、インフェに弱いんですよね、エレジャイって。ライトニングあるんですけど、そう、インフェのタワーまで歩いていって、逆サイのタワーから攻撃されてっていうのがあるので、まあ、エレジャイは、施設以外にはマジで強い。まあ、そんな感じかな。あと、トリトンも最近なんかそこまで使われてないですね。エレジャイ、やっぱトリトンに引っ張られてキング起動されたりとか、まあ、なんか普通に真ん中に寄せられるのが辛かったんですけど、そうそうそう。だからそういったメタもね、今は別にそこまで多いわけじゃないので、LJ 自体も結構流行ってる。なんなら、玄関今日一番流行ってるデッキは何だって言われた時に、迫撃と LJ、まあ、ぐらい、意外と、なんかエリババがすごい流行ってる感があるんですけど、いろんなエリババデッキが使われてる中でも、やっぱこう、エリババが使われてない、迫撃と LJ が結構トップレベルで、流行ってる気がしますよ。まあ、迫撃にも、エリジャイにも、エリババが入ってる時あるんですけどね。さあ、来た。よろしく、YouTube だ。あ、出た、ペッカの枯れたスタンプ。めちゃくちゃ使ってる、俺の対戦相手。さあ、YouTuber 対決。どっちが最強の YouTuber か、奇妙じゃないか。これ、ペッキャタンかな?最近なんか、ペッカをペッキャって呼んじゃうんですよね。気持ち悪いやつになってんだよな、最近。自分が。そう、マジオチョウ。マジオチョウ。おい、待って、ハンターこれ。いやー、ギリギリ。寸止め職人。やん。さあ、ここは、
しばきつのディガーなんてね、組み合わせて、なんか今、ラグかったっすね。これ多分ザップった方がいいなーとか思いながら打たないんですよね、マジで。さっきのやつ。さっきの反省、全然学んでね。まあ、これは踏んどくか。で、まあ、どうせペッカ受けされると思うんで、ウォールブレイカー追加して2発確実に与えてもいいが、カウンターで事故ることを考え、一回待ちます。うん。このね、ペッキャ、強いんですよね。まあ、ウォールブレイカー釣りで耐えつつ、これで、OKOKOK。まあ、これでまあ、守れたなら全然いい方です。しかもなんなら、カウンター、これ多分、エリババ行ったら相手、即死球だと思うんだけどな。ちょっと一旦遠距離おじさんだけはしばきます。待って、豚生まれる。ない豚？ない豚じゃないのか。歩かせて豚2匹。豚2匹。そして、ウォールブレイカー。オッケー、まあ、1-0 プランですけどね。ちょっと逆サイにもちょっかい出しとかもかんなっていう。さあ、ペッカ工場はね、多分、エリババがいるからね、全然戦える気がするな。まあ、あと、ハンター自体も一応ね、効果力出るのと、陸撃にもなるので、まあ、強いよね。さあ、これ、まあ、メガナイトで踏むじゃないですか、当たり前に。で、これ、ちょっと右サイドに踏んだら、なんか、工場ババが左側に行っていい感じになるのかな、とか思いながらも、全然、特に関係なかったですね。で、これ別に、有能ダメージ受けても、タワー折れないので、守る必要はないんですよ。そんな守ってる場合だったら、もうこう攻めちゃえばいい。いいっすね。いいっすね。すべてがね。はすん。なんか声が出なかった。すべてがなんか、こう、相手からしたらね、悲しい結果につながっている今。さあ気づけば、あと74か。ザップだけだと落とせねえからな。ディガザで、クラウン、ごちそうさまです。あざます。まあ、エリババが間違いなく強いですけど、やっぱ、ペッカ受けとかね、このデッキ、まあ、見たらちょっと少ないと思うんですよ。そうそう、単体系が多いので、まあ、ペッカ受けとか本当に少ないデッキは、マジ、ウォールブレイカー釣りですね。うん。めちゃくちゃ大事です。まあ、どんなユニットでも、そう、陸で受けるの大変だなって時とか、とりあえずウォールブレイカーが手札にあったら、こう、陸撃温存になるので、なんかまあ、防衛ホグ的な感覚で、もうね、そうそう、陸行きのウォールブレイカーはマジで覚え得だと思いますね。もうこういうナイトですらっすね、これ。こういうのって普通に見たらハンターとかやっぱ出しちゃうと思うんですけど。あ、待って、俺のザップ下手。こういうのですら、ウォールブレイカー受けをすることによって、よいしょ。はい。これでナイトのダメージを抑えつつ攻めれてるんですよ。だから僕はただただ攻めてるだけなのに、ナイトのダメージを抑えられてるみたいな。相手のテスラが事故ったのはラッキー。コカッちゃんかな？コカッちゃん。まあ、ザップないけど、マザネクいるかなみたいな。マザネクへの信頼感がすげえんじゃ。さっさっさ。いや、これ踏むか？踏むか悩んだが踏まない。ケツメが一緒。ケツメがないとからの、エリババセパからの形をね、作りたいと思います。で、今、対戦ってね、ギャングを抑えたので、普通にエリババの受けがね、そこまで優秀ではないと思います。で、この辺にマザネク行くと、もう一周回ってきたゴブリンギャングとかを全部豚に変えられるんですよね。いいね。いいね。さあ、ゴブギャン？うん。左が入りそうだな。うん、右も入りそうですね。オッケー。ケツメガナイトからのエリババステップはマジで強いです。これはやっとくだけで本当にメガナイトエリババ系のデッキは、最強になるんで覚えておいてください。まあ、暇なのでゴースト抑えてコストある感をすごい出していきます。全然ないけど。そう、でもう一回ケツメガナイトして、エリババステップして、真ん中にね、マズネク出して、プリンにディガー飛ばしてザップって勝ちです。で、これ別に無視でいいですね。基本的になんか自分が攻めたいときに、おぉマジ、マジかよ。あいつら仲良しかよ、マジで。仲良しすぎ？これでもザップ打つだけで。あれ
仲良しエリババでタワー折れそうなんだけど。そんなことある？強すぎるっすよね。これで折れちゃったら。で、まあ、マザネクぐらい出して、ゴブリンバレル警戒してね。行ってこい。あ、これ相手絶対攻めてきます。守れないんで、守らないっす。これ、グラロはね、守れないときはもう、こうやって無視してね、ぶっぱすれば、勝てますよ、というね、感じでございます。さあ、メガナエットリーババね、マズネク。マジで、この形が今めちゃくちゃ強いので、皆さんもね、メガナエットリーバボールブレイカー、ぜひ、使ってみてください。まあ、ゴーストの中で言うのだったり、まあ、ハンターとかも別にエレキとかね、いろいろ変えれると思うので、ぜひね、お好みの形に変えてみてくださいってわけで、俺もすぐよければチャンネル登録、高評価ね、コメントもよろしくお願いします。では、お疲れ様でした。またね。